り全部お店ってほんとすごい。鍛冶屋とかもあるのかな。本屋もあるよね。錬金術の本あるかな。ねえすなちゃん、おのぼりさん丸出しだよ。だってだって、見て見て、おっきな階段。確かあの階段は王宮につながってるんだよ。本で見たんだ。後で行ってみようよ。うん。って観光してる場合じゃない。師匠から出された課題。すみません、シャリステラ先輩。いえいえ、気持ちはわかります。そういえばちゃんと聞いてませんでしたが。それは例ですな。一人前の例、何でも調合できること。多くの人、確かに何でも調合できていろんな人を助けられたら。でもそれよりもまずね、一人前になるためにできなきゃ。それは錬金術でお金を、ですな。私の弟子になってから8年、この課題を達成して、私の弟子から。ということで、師匠の力を借りずにオートで、それが師匠の課題です。それなら仕事をする場所を探した方がいいですね。きっと手分けして探しましょう。お城で仕事を。君、残念な。名乗るほどのものではないよ。今はそうなんですけど、もともとは。出稼ぎってこと？お金のため。もうそうなんですけど、実は私錬金術師なんです。錬金術師。とにかく。そうか、いい。ところで錬金術師さんは。実は仕事。それなら階段下の広場にある星の眉というカフェに行ってみるといい。カフェ、接客ですか。すみません、私接客は。違う、カフェで働けってこと。それじゃあ。そこでは仕事の斡旋をしているんだ。物資の納品、魔物の討伐。そこに行けば君に合った仕事が見つかるかもしれない。そうなんですね、ご親切に教えていた。どういたしまして。お仕事。顔はよく見えなかったけど親切。イザナちゃん、シャリステラ先輩。その顔、もしかして。はい、親切な方が。この広場のあたりに仕事を紹介し。あれじゃないかな、星の眉って書いて。入ってみましょうか。それはちょっと違う。ロロナ、料理できてるぞ。あっちの席に運んで。うわ、待って、ロロナ先輩も。ってことは、つまりそれどんなカフェで。まあ詳しい話は後でしよっか。とりあえず。
なるほど、お前がロロナが言ってた錬金術師か。俺はい、はい、よろし、もしかしてイクセル君も錬金術師？いや、俺はただの料理人、見習いだよ。たまたまこのここでイクセ君を見かけた時はびっくりしたよ。こいつを一人で放っておくのも心配だから、会った時に。なるほど。それにしてもまさかレスナちゃんともまた会えるなんて。オートに向かってたんだね。はい、錬金術についてもっと勉強するため、その上先輩方とこうしてまた。えへへ、そう言われると照れちゃうな。しかしロロナが先輩ね。わあ、またバカにして。仲がいい。そういえばライザ先生、うん、友達も一緒に来ちゃっててさ。そうだったんですね。ううん、料理は二人にお任せ。広い。そうだ、ここでお仕事。そうだったんだ。あ、それならいろんな仕事の依頼が来てるからね。ありがとうございます。そうだな、オート金。定番の依頼の一つだね。オートの安全を保つために定期的。そんなに強力な魔物が出ることもないし、まずはこの依頼。わかりました。よーし、今こそハンマーの出番。さい。頑張りましょう、レスナさん。シャリステラ先輩、素敵です。私の番、来た。私が守ります。今すべきことは、よし、夢への道切り開く。私の番です。はい、秘伝の技見せてあげます。守り神は私たちの元へ。今です。ちょっと調子悪しかも。よし、私の力総動員。これでは力が。秘伝の技見せてあげます。やるです。いつもより調子よしかも。戦うのっていくよ。とりゃあやりましたね。手加減なしです。やっ、準備完了。錬金術の力、やったー、大成功。いけー、皆さんお疲れ様です。準備だね。
感じじゃない？やってみるね。これで問題ないかな。準備はいいかな。うん。よっ、だ。なかなか。多分成功だよね。どれを作ろう。任せて。一生懸命頑張るからね。わかりました。お任せください。
レスナさん、シャリステラ先輩、素敵です。行きましょう。今すべきことは準備。いいよ。よし、私の力相当いい。まあ見てなって。いつでも行けるよ。準備いいよ。ちょっと腕がね、前に出て行くよ。降り注げ。私の番です。いつでも行けるよ。行きましょう。はい、秘伝の技見せてあげます。もう逃げられないよ。機能に不具合が発生しております。強そうだね。次はどうすれば。強敵を排除します。行きましょう。了解しました。高火力の攻撃を実行。頑張っちゃうよ。用心しなきゃね。待機中です。いつでも行って前に出るよ。輝け。いい感じだね。わー、バン。やめれ。時は今。行きましょう。次はどうすれば。いつでも行けるよ。準備完了。今すべきことは。ちょっと怖い。巨大投擲大粉砕。攻撃到来。どうする。一気に行く。前に出ちゃう。行くよ。やっぱり振り注げ。よーし、力を合わせるよ。行きましょう。私が出守り神だ。私たちの元へ。今です。一斉攻撃の準備が完了しました。戦うのってやっぱり緊張する。前進します。高火力の攻撃を実行。合わせていこうか。すっごいの。準備できてるよ。これをこうして。うわー、はーい、カイだ。楽勝だったね。私も成長したみたいです。お疲れ様。どう？お仕事だって考えるとは緊張。でもこれが誰かの夢。改めて星の眉へよ。カフェ星の眉にようこそ。依頼だね。どれにする？怪我しないようにね。ロロナ先輩は私が守ります。あれこれでいいのかな。集中大集中。ちょっと怖い。戦うのって。いや、よし、夢への道切り開く。私の番だね。待機中です。腕が鳴る。そら、トゲの雨だ。加減なしです。私が守り神。私たちの元へ。今です。力を尽くします。強敵を排除します。連撃最大出力です。体がだるい。冷静に落ち着いて。トゲの雨だ。すごいです。一族の力解放します。
油断しないように行きましょう。守り神、私たちの元へ。私が力になるよ。やる気満々だよ。冷静に落ち着いて、待ってやれ。楽勝だったね。順調だね。錬金術が活かせる依頼って結構あるんだよね。怪我しないようにね。敵が近づいています。警戒を。わかりました。オディリアさん、よし、夢への道切り開く。絶好調だよ。よーし、行くよ。降り注げ。素晴らしい判断です。行きます。頑張ろっか。いい、秘伝の技見せてあげます。今です。戦闘力向上中。油断しないように。高火力の攻撃を実行。お見事です。私の番だね。輝け。素晴らしい判断です。楽勝だったね。怪我しないようにね。ロロナ先輩は私が守ります。あれ、これで私の番。来た。夢への道切り開く。あたしの番だね。強烈だよ。ウニ行きます。いつでも行けるよ。はい、秘伝の技見せてあげます。力を尽くします。はい。高火力の攻撃を実行。一撃機能の破壊に成功。頑張っちゃうよ。輝け。合わせていこうか。時は今。よし、私の力創造い。すごい。勝てた。Thank you.
いい報告期待してるぜ。レスナは無理しないでね。ミュウさん、私も頑張ります。わお、集中集中大集中、準備完了、いくよ。巨大投擲大粉砕。体がだるい、用心しなきゃね。よー、強烈だよ。ウニ、私の番です。次はどうすれば。はい、秘伝の技見せてあげます。素晴らしい判断です。機能に不具合が発生しております。ちょっと怖い。冷静に落ち着いて前進します。連撃最大出力です。頑張っちゃうよ。私が守ります。前になるよ。輝け、行きましょう。ちょっと調子悪しかも。冷静に。よし、私の力相当いい。隙ができました。頑張ろっか。体がだるい。それ、トゲの雨だ。見事です。これでは力が。はい、秘伝の技見せてあげます。反応速度低下を確認。ね、今すべきことは。エネルギーの充填が完了しました。ドン。安全装置を解除。最終段階に移行します。それ。攻撃完了。待機状態に戻ります。仕上げの時間だよ。目が回る。輝け。お見事です。ふう。危なかった。錬金術が活かせる依頼って結構あるんだよね。いらっしゃいませ。フロッケのお店にようこそ。役に立てて何よりです。